はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら。ババーン。ラクドスサクリファイスですね。になります。はい。実はね、前々から使いたかったカードっていうのがありまして、それが、竜火花の反応炉ですね。はい。このカードどういうカードかっていうと、2マナアーティファクトで、これでないアーティファクトが出るたびに、これの上に蓄積カウンターが置いて、4コス起動で生贄に捧げると、蓄積カウンター分の相手のダメージと、盤面にダメージ飛ばせますよっていうカードなんですよね。はい。今の環境でこれめちゃくちゃ強いんじゃないかなってことで、はい。前までの環境のお話をするんですけど、前までの環境ってね、消失の宿のせいでこのカードが使い物にならなかったんですよ。そもそも、環境もめちゃくちゃ早かったですね、白弾とか。で、白弾がいると、さすがにこのカード使えなくて、で、消失の宿でも消されるし、スカイグレイブの亡霊でも消されるし、なんか腹立ってきましたね。うん。なんか、いなくなって、さらに腹が立っている気がする。まあいいや。それはそうと、このカードが今の環境強いですよね、っていう話ですね。はい。もともとね、アーティファクト自体は結構並べれたんですよ。鬼竜のカード庫だったりとか、実験統合機、グーワーから出てくるシャーマンからの宝物だったりとか、税決みたいな感じで、思ったよりね、アーティファクト自体は並べれる感じだったんですよね。そこに、新しくね、アーティファクトを強化できるイケルレガシーカーンが出てきたということで、これも合わせて組んであげると非常に強いのかなってことで、はい。今の環境って、どうしても緑が少なめ。緑というかトランプルが少なめなんですよね。飛行はちょっといるんですけどね。飛行はちょこちょこいるんですけど、トランプル自体は結構少なめなので、そういうところにね、こういう細かいトークン並べてあげる動きっていうのが通りが良くて。で、かつカーンもね、この手のデッキだったら、扇までも到達しやすいということで、はい。そんな悪くないんじゃないかなと思います。で、土地に関してなんですけど、赤黒はね、こういうペインランドとかもしっかりあるということで、組みやすい形にはなってるのかなと思います。かつ、絶望将来が少ない分で、こういう無色土地の受け札も、受けもできるってことで、はい。環境的には結構悪くないデッキ。かつ、今の環境本当にアーティファクトに触ってこないので、産業のタイタン以外は。うん。マジでアーティファクトに触ってこない環境ではあるので、非常に、強いデッキになってくるのかなと思います。はい、というわけで、ここがちょっとした宣伝となっております。9月24日土曜日、22時より、私のね、3周年チャンネル登録者数6000人突破記念ということで、とちまち雑談配信の方をまたやろうかなと思っております。はい。とちに来れる方はね、申し訳ないですけど、一応YouTuber だったりとか VTuber の活動者限定とかにはなってしまうんですが、それでもですね、私と、おしゃべりしましょう。はい。というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率は結構高めですね。また今回も5戦4勝の 8割なんですけど、いくつかね、問題点がありまして、これをテストでやるときは、テストでやってるときに青ターンしか当たんなくて、ちょこちょこ調整値はね、青ターンしか当たんなくて、で、1回ぐらい黒ターン当たったんですけど、収録中は赤ターンとしか当たりませんでした。なんかテーブルでもあるんですかね。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。これはキープの手札ですね。キープしましょう。うん。とりあえずは赤黒収穫したグーアまでは綺麗に動けて、電圧の練りをどのタイミングで使うかとかになるのかなと思います。相手赤タンですね。対赤タンはどうだろうな。これ、1点でもダメージ食らいたくないので、こっちから入ります。うん。先手引けてる分で結構楽にはなってるとは思いますけどね。うん。とりあえず、グーは置いて、カーンも早めに置いときたい気持ちはありますけどね。フェニックスのヒナだけだと死なないんで、別に。うん。なので、早めにいろいろやっていきたいですね。これは何かしら構えましたね。ただこっちはしっかりとグーは出してあげて、エンドでいいんじゃないかな？わざわざ殴る意味はないと思います。火力で処理されようが、特にあん、問題はないんで、現状は。顔じゃないところに来てるんで、全然問題はないですね。で、カーンとかで、これ、ライフゲインの扱いでも問題ないので、ライフゲイン扱いで問題ないので、しっかりとこの辺使ってあげましょう。これは、ペインランドは痛すぎるんで捨てます。対赤タンで使えるカードではないですね。これはとりあえず殴りましょう。殴れなかったらグーはもう1枚プラス電圧の練り構えで問題ないと思います。で、赤タンが
1日しか出さない状態でこっちの盤面処理し続けてくれてるんで、結構楽に動けそうな気はしますね。あとはどっかで追加の除去が1枚欲しいかなとは思います。しかもトークンに除去売ってくれてますからね。うん、なのでまあ相当テンポロスも踏んでますし、結構楽に動けそうな気はしますけどね。あとはまあカーンを定着させて、まあ扇まで行きたいとこですが、まあカーン扇まで行くことはほぼないかなとは思ってるんで、うん、まあなんか飛んできたら電圧の練りで消してあげる形で特に問題はないと思います。まあ3コスト帯のカード、まあ動きとしてないので、大体はトドロク雷獣とかがちょっとかさばってる動きだと思うんですけど、うん、3マナの動きと、おーチャンドラ、まあ推定なんですけど、まあ4コスト帯ぐらいの動きはちょっとかぶってる形だと思ってるので、1マナ、まあさすがにチャンドラはしばくかな。いやでもまあいっか、うん、あー実験統合機、これはちょっと実験統合機に残したいとこではありますが、お流火花の反応炉も来ましたね。まあとりあえずトークン生成して、これはチャンドラ一般ワンパン小づいておきます。おい、これでここにライフ5点分が追加されましたね。うん、トドロク雷獣とかなら特に問題ないので、チャンドラでカーンとかに打点与えてくれるのも これはそれで OK ですからね。はい、こっちの顔が持つようになるのと、赤タンってやっぱりリソースシビアなんで、顔以外に火力飛ばしちゃうとどうしてもね、足んなくなるんですよ、いろいろと。なんでここにあるパワーストーンとかいういらないカードを、いやストー君の方が大事か。うん、チトー君は後でルーターに使えるんで、一応チトー君の方が大事ですね。でここはまあさすがにチャンドラはしばきに行きたいので、チャンドラはしばきます。おいいところも引きますね。まあ流火花からプラス打って、実験統合機でいいかな。まあ、OKOK、これは増やしてチャンドラをしばき、4コス起動ですからね。ほい、まあこれは多分この流火花の反応炉が相当強くなるんで、うん、まあ雷獣もう1枚来ても特に問題ないかな。熊野、ほい、熊野も問題ないですね。スクイー、これ頑張って缶落としに来るかな。落としに来ましたね。うん、まあこっちのなんか嬉しいことしてくれてるんで、これはしっかりとこいつブロックしてあげましょう。うん、ターンもらって、あはー、まあ税血引いたなら税血ですかね。墓地はありそう。こいつだけ、あーここから使えるのか、ならこっちからでいいですね。うん、まあスクイーを消して、反応炉まではやる必要なさそうなので、こっちからの、まあブロッカーとして使うか。ここから食うのはチトー君、いやこっちでいっか、パワーストーン食って3一出して顔詰めてあげましょう。ちなみにもう竜火花が9ですね。竜火花が9なので、まあ相当楽に動けそうかな。うん、てか次のターンに相手何もなければリーサルなんで、でさすがにマナ5枚のこの盤面から私のライフを14点削るカードってないんですよ。そうですね、グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ欲しいところ引けてるんでキープでいいですね。うん、
まあ、電圧のネリー使って鬼竜の金床から入るか銃話から入るかは、まあ、向こうの動き次第ですけど、ただこれは鬼竜の金床が速攻で起動できるわけでもないので、まあ一旦次のターングラスプ構えて偶話で問題ないのかなっていう気がします。うん、しっかりとね相手の火力になるクリーチャー全部処理してあげて、まあこれ轟く雷獣が浮かってないんですけど、轟く雷獣は単品ならそんなに問題はないので偶話、うん、ラーダの先導者、これはペインランドは痛いので捨てます。他はまあ残っててもいいかな。おお、とりあえず金床を切ります。殴ってこれは宝物だけ切るか。除去ないですよですけど、ここであのラーダの先導者が普通にこれ重いはずなんで、うん、本能を汚すものはまだ全然大丈夫ですね。なぜグッドゲームかよく分かってないですけど、おい、まあこれは3点受けます。これに関しては特に問題ないですね。本能を汚すものはあと何回使えるかどうかですけど、恐竜火花から置いた方が強いか。竜火花実験統合機、まあ土地なら土地で OK。 グラスプのこと考えたらこうなんですよね。うん、あーまあ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 、税決なら税決で OK です。置きましょう。ちなみにこれで本能を汚すものは一切効力なくしましたね。一切ではないか、うん、雷獣もう特に問題ないですね。てか聞き時期と税決さえ残ればそれだけで OK なんで、うん、まあ、このしっかりとブロックだけしてあげれば何の問題もないですし、ここは絶対ブロックで、まあこれだけでいいかな。うん、相手の最後の1枚の手札は分かんないですけど、ああなるほど、まあ特に問題はないですね。うん、打点食えたんで、5点、まず殴るかな。勝ってる可能性があるんですよ。殴る、1,2,3,4,5,6、あー勝ちですね。うん、であとは竜火花でこいつをしばいてあげると勝ちですね。うん、ほい、もう4点あげれましたね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ペインランド痛すぎるんでマリガンします。これもマリガンですね。いやー、あーショック、まあまあまあこっちの方がいいですか。うん、赤タン、いやまあ黒赤出たんで、まあそっちは OK かな。これ火遊びだと思います。うん、いやーマリガンなしの赤タン相手なんで結構厳しいですね。食肉鍵をどうやって使うかっていう話になるのかなとは思います。エンド、これはライストかな。ライストはまだ打たないと。タンマナメ、まあ嵐探しはしっかりと焼きましょう。まあ、グーは連打でいきますか。ほい。鬼竜のカードコア、1枚あるだけでも、相手のトランプル持ち以外はブロックできるようになるので、
結構赤単に対しては強いんですよね。うん。ちなみにこの22が残り続けるのであれば OK。 まあこいつを処理するのであれば多分一旦ぐらいパスになるので、そうなった時にもう1枚グーは置いてっていう動きができるのはいいと思います。処理しませんでしたね。まあ3点受けましょう。これは食肉鍵持っときたいですよね。これ両方とも持っときたいので、花床を殴ってグーはもう一回置いてトークンだけ置いときます。うん、いいんだ。この11だけは残しときたいですね。食肉鍵、いやまあ除去が1枚あるだけでも全然楽ではあるんですが、ナイスと、まあでもこれなら全然ブロックで良さそうですが、クマの、うん、まあブロックしてで、おろ、あーこの熟練者も残しといた方が強いので、まあゼロでいいや。ほい、まあ自動支払いのこいつ食って、まあ3-1と、3-1は殴っていいですね。うん、嵐探し絶対ブロックしないんで、そういうのは殴っても問題ないです。ほい、まあこのまま3-1増やし続ければそれだけでも OK ですし、まあちょっと轟く雷獣が重くはなりましたが、そうですね、轟く雷獣だけちょっと重いですけど、まあでも相手キジキ落とさないとまずいですもんね。うん、まあなのでこっち落としてくれますね。まあこのままゆっくりできるのであればそれはそれで OK ではあるんで、2点3点か、あと4ターン、まあ食えはしないのでいいです。出します。手札1枚から、いや手札2枚か、4枚は手札2枚から3点でしょ。ライストライスト以外の方法での勝ち手段はないので、まあライストライストでも耐えるか、そうですね、ライストライストでも耐えるので、これはここ食って、うん、改善改善2点、うん、大丈夫のはず、そうですね大丈夫のはずなんで、これは殴ります。でエンドで、ここで1点分がライフゲインができるのと、次のターンには多分勝てる。嵐探し、顔4点になろうが関係ないので、これは、上からフルパンで勝ってるかな。うん、上からフルパンで勝ってそうですね。でかいところを、123体ドン123のための、3点、いや引き時期が追加で入るからもうちょっと入るか、そうですね、あ流火花、とりあえず税血増やし、まあ食肉 X0、 まあどうせブロックされるか消すのもそんな変わらんのか、うん、あミスりましたね。まあいいでしょう。といえば、地トークン1個しかなかったですね。まあ、フルパンしたら勝ちなんで。まあ、もっと安牌は食肉鍵 X3 とか、22だけなくって、食肉鍵 X3 が多分一番強かったですけど。まあ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 。33止めて、311222なんで、勝ちですね。うん。さすがに食肉鍵と合わせて突破できないことないんで。うん、相手がなんかのモーションしてました。ね、
うん。グッドゲーム、大佐ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたらわかる通りね、基本的には、まあ竜火花の反応炉というよりは、鬼竜のカードが詰めることは多いんですけど、まあ竜火花の反応炉、思ったより蓄積カウンター乗るっていうのを見てくれたかなと思います。ほんと、金床プラス熟練者とかいたらね、もうとんでもない勢いで増えますし、まあ収穫者とかもね、どんどんグワとかで増やしてあげるだけでも増えていくこともあるので、はい、まあ環境的に通りは非常にいいのかなと思います。かつね、まあリソース回収ができるカード、まあ実験と動きぐらいしかもともとなかったところではあったんですけど、まあ一応カーンもリソース回収カードとして見ることもできるということで、はい、まあそんなに悪くないのかなと思います。うん。まあまたね、まあこの時のラクドスカラーなんですけど、除去系とか結構多くて、で、かつ竜火花の反応炉の打点も結構でかいということで、まあ思った以上に顔を詰めれるのと、それと盤面の処理も結構できるんですよね。簡単に竜火花の反応炉が、まあ5点、6点ぐらいまで行くので、まあシオルドレッドぐらいなら簡単に処理できるかなっていうぐらいの、蓄積カウンターに乗るってことで、はい、まあ非常に強力な敵だと思いますし、まあ今後ともね、まあこの手の、まあ竜火花の反応炉みたいな置物系統で遊べる環境ではあるのかなと思いますので、まあ国別とかは結構思いはしますけど、まあ国別とかね、そもそもラクドスサクリバイスってもともとフリー対面なんで、その辺考える必要はないですし、はい。まあ、除去も強いところが揃えれて、で、かつ、まあリソース兼守ったら勝てるフレンズウォーカーも出たということで、非常に強化されたデッキだと思いますし、まあそもそもレアリティがここぐらいしか高いところがないということで、うん、土地とカーンとグーワと虐殺しかないということで、安いデッキでもあると思いますしね、カーンにワイドカード切るかどうかはお任せしますけど、まあそれでも面白いデッキだと思いますし、強いデッキだと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは。